ドジャースの大谷翔平投手、29が29日、日本時間30日、本拠でのカージナルス戦に、2番 DH で先発出場。4打数無安打に終わり、開幕からの連続試合安打が3で止まった。しかし、チームはムーキー・ベッツ内野手、31の大リーグ史上5位とする通算49本目の先頭打者団。 テオスカー・ヘルナンデス外野手31の2打席連発、ミゲル・ロハス内野手35のソロ本塁打と一発構成で63で解消した。初回にベッツが左腕のザック・トンプソン投手から先頭打者本塁打を放って先制。これでベッツの先頭打者団は通算49本目で大リーグ史上5位となった。 これで3戦連発としたリードオフマンが最高のお膳立てをして、大家が第1打席を迎えた。大谷はトンプソンにカウント2にと追い込まれると、最後はスライダーにタイミングを外されながらもうまく右手一本で拾ったが、惜しくも2時間に終わった。2回にテオスカー・ヘルナンデスが右声にソロ本塁打を放って2点リードを奪った。 3回に思想者なしで迎えた大家の第2打席は再びトンプソンのスライダーに泳がされて左皮に倒れた。4回にはテオスカーヘルナンデスに2打席連発とするスリーランが飛び出し5点リード。5回は無視1、2塁の後期で大家に第3打席が回ったが、甘いスライダーを打ち損じて2頃併殺打に倒れた。 7回にロハスがソロ本塁打を放ってリードを6点に広げ、大谷に西走者なしで第4打席が回ってきた。相手は昨春 WBC のメキシコ代表との準決勝の9回に大谷が逆転の口火となる二塁打を放った序盤にガエゴス投手。しかし、2玉であっさり追い込まれると、その後3球ボールが続いてフルカウントまで持ち込んだが、 最後は内角のスライダーにバットが空を切った。試合前は大家とベッツが昨季のシルバースラッガー賞の表彰を受けた。場内に二人の昨季成績が紹介され、トロフィーが渡された。専属通訳だった水原一平氏が違法賭博問題などで21日のパドレス戦前に解雇。その後、25日に自らの言葉で関与を完全否定したが、 米韓の長距離移動や時差の影響もあり、水原氏解雇後の4試合は11打数1安打。米国帰国後のエンゼルスとのオープン戦では3試合無安打で、25日に気持ちを切り替えるのは難しい、と語ったように、心身ともすり減っていた。28日の開幕戦では三塁寄りの5回席でマミコ夫人と初観戦の愛犬デコピンが見守る中、 新登場曲、ザ・ショー・ゴーズ・オン、に乗り、2安打1得点で快勝に貢献。満員の5万超のファンで埋め尽くされた本拠ドジャースタジアムでは大声援を受け、復調のきっかけをつかんでいたが、この日は快音は聞かれなかった。試合後はドジャースタジアムでドローンショーが開催された。大谷はドローンショーの渋滞に巻き込まれないためか、 試合終了からわずが12分後には濡れ髪のまま帽子をかぶって木戸に着いた。